真っ黒な世界に祝福をグランパンパラスのブラックコーヒーチャンネル始めてまいります。はい、えーと前回の動画におきまして、えー、スプルート社の渡辺博之代表取締役の、えー、言葉ということを紹介しまして、私の感想も述べさせていただきましてで、あの皆様がどう思いますか？的な感じでまあ、ちょっと動画を締めくくらせていただいて。 でそれであの皆さんの反応が結構、やはり来,てく来たので、まあ、ありがたいなと思いましてそれでちょっと全部見させてもらいましたであの7割、いや8割ぐらいはまあ批判的というか、まあ、やっぱ信用がまだできないであったりとか、まあ、例の去年の3月の記者会見第三者委員会の記者会見の,あの宿持ち帰った宿題松村拓実さんが持ち帰った宿題 に対してもあの、それも答えが出ていないしっていうところあの、それ宿題の答え出していないしっていうところだったり、その他もろもろあって、結局、例えば NGT48 ファンの皆様へではなく、本来は新潟県民へっていう部分だろうっていうところとか、そういったところだろうっていういろいろなあの批判とかそういったものもあって、大体その8割方ですね。あの まあ要するに、事件に向き合うっていうところとか、卒業メンバーにも触れたっていうところに関しての、そこは評価するけれどもっていう、そこもあるけれどもっていうのも含みでの批判もあの入ってます。完全な批判も入ってます。そういう感じの、まあ、えっと、皆さんの意見でございました。で、2割方ぐらいが、まあ,あ、とりあえずあの評価するってところですけど、それも完全にあの信用して評価するっていう形っていうのはほとんどなくて、まあ、だから、 あのー、やはり、まあ、行き先というかね、えー、まだまだ意見が厳しいなっていうところはもちろんあって、まあ、むしろ私なんかは結構ソフト面ソフト面、うん、なんかソフト路線っていうかどっちかっていうともともとちょっとね考え方が甘い人間だったりするのとまあ、うん、いろいろと自分の人生の中でねいろいろあったのもあったんでなるべく。 人を信じたいなっていうところが先に働いちゃうっていうのがね、あって、それというのがまあ父親にこっぴどく裏切られたっていうのもあるんだけど、まあ今回はその話じゃないんで。あのー、まあね、そういう感じで、で、まあこれに関してなんですけど、まああのいろいろと意見は、 あってそれをだからどういうふうにこの今後やっていくかっていうのは渡辺代表取締役と、まあ、むしろ岡田社長があの人道指揮を取るっていうことを条件にっていうようなそういうことを渡辺取締役代表取締役も言ってたんで渡辺さんにしますね渡辺さん渡辺さんも言っていたのでだからあの岡田社長がどのようにこうねあのいろんなネットでの意見とか まあ直接、その、えっと、意見を NGT48 よびスプルートの方に出したっていう人もいらっしゃったので、まあそういったものも全部含めて吟味して、どういうふうにやっていくかっていうのは、まあ岡田社長と渡辺さんの、あの、采配、遺憾によるんだと思うんですよね。で、えっと、タイトルでも多分あげると思いますが、 まあ、一種のアドバルーンだろうなっていうのがまずあります。アドバルーンっていうのは、あの、まあ、皆さんご存知だと、まあ、大体の皆さんはご存知でしょうから、昔よく宣伝とかでね、上がってたアドバルーンって、あの、風船みたいなやつ、こうね、ずらっとこういうね、あの、のぼりみたいなやつを出して、あの、まあ、ちょっと、もしかしたらアドバルーンっていうものが、あの、イメージ湧かない人もいるかもしれないんで、この熊の辺りにちょっと、あの、えっ、ー、と、画像貼っときますわ。うん、なんか絶対あるはずなんで。 アドバルーンつまり、バッとあのあの掲げるんですよ。一つのもので、みんなの様子を伺かがうんですよね。それに対してみんながどう反応するかっていう。で、もしそれに反応が悪かったら、アドバルーンをこうスッと下ろして、別のアドバルーンをバッて上げるっていう手法。で、それであのみんなの批判がなくなってきたところで、あのそこをあのバッとやるみたいな、そういう形のやつが、まあ、どっちかっていうと、 政治家、特に日本の政治家がね、政権与党がよく使う手法だっていう話なんですよ。あの、最近の、そのいわゆるコロナの関連のやつで、あの、経済、 援助的なそういう政府からの補填みたいな部分でのすごく分かりやすい事例がここ最近あったので皆さん覚えてると思うんですがお肉券お魚券のお話ありましたよねあの最初政府はまあ給付金10万一人一人にという部分に来るまでずいぶん時間がかかったわけですが一番最初はあのお肉券お魚券とかねそういうものでどうにかしようとしてたんですよあのあのれ 本気だったのかなって今となったら思うんだけど、本当に最低だなってその時思って、あの私も普段ね、政治的なことをツイッターでつぶやかないんですけど、あの時ぐらいは本当にガンガンつぶやいてましたからね、うん。あのいろんなところを批判しましたよ。あの、まあ、とりあえずね、安倍総理から始まって、 まあ、理系民主党から、公明党から、あの、とにかくいろんなとこ批判しました。ね。あの、<laughs> うん。まあ、でもそれで、まあ、10万円給付になる前にそれがあって、アドバルーンって言って、要するに、お魚券、お肉券でやってみて、国民がブワッと批判くらったから、それで下げて、まあ、次は何でしたっけね。 あの、30万条件付きみたいな形にしたんでしたっけで、それ、それも、結局、全然条件に合う奴がいない、ふざけんなってなったから、また下げて、で、あの、まあ、実際、ここは、あの、公明党がどう絡んだかっていうのは、ちょっと、そう、正直わかんないんですけど、まあ、でも、そこがあって、ようやく10万円ってなって、でも、その後、結局、何もね、新しいことってなかったりするけれども、まあ、ちょっと政治の話じゃないんで、それはいいんですが、そういう感じなんですよ。つまり、 あの最初、これで上げてみて、アドバルーンをバッと上げました、で、これであのどうかなって様子見てるんじゃないかなと、だから今回、渡辺博行代表のあの言葉があって、それで様子、反応を見てるんじゃないかなって思うんですよね。 でもそれってあの、例えば前の運営の時もそういうことってやってて、やっぱりあの、疑惑とかがあったメンバーはなるべく出さないで、西村七子さんだったり、あの、角ゆりやさんだったり、その、おぐまさんだったり、研究生の子たちをなるべく仕事に行かせて、あの、なんかそういう刺激をしないようにっていう形でやってはいたわけですけど、でもあの、 結局のところ、あのー、前の運営の人たちは、それをやるけれども、あの、その他のケア何にもしないし、相変わらずそれの裏では、スポニチとかを使って、なんか、あの変な、マスコミを使った煽りをやっていたり、裁判をやっていたりとか、やってることがちぐはぐすぎて、わけが分かんなかったっていうのもあって、せっかくアドバルーンあげたけど、自分でそのアドバルーンを撃ち,ち抜いてるようなもんだったんで、うん。だから、あの、 結局そ、前の時の運営のアドバルーンとは違うわけですけれども、あの、今回もだから一応これで、あの、いろいろと、まあ、やっていくことにはなると思うんですけれども、多分、あの漢字を上げてみて、どういう反応するかっていうのを、まあ、ネットだったり、NGT ファン、NGT のファンがまずいますね。で、どっちかというと、アンチ NGT の人がいますね。で、えっと、全くその関係ない、あの、 のの人たちっていうかそのアイドルとか NGT とかあのあんまり興味がない人たちっていうのがいてそういうところを見てるんじゃないかなって思いますでおそらくあの実際に渡辺さんの方にあのコメントをした人たちの中でああのまあ、えっ、ー、と批判的な意見とえっ、ー、とまあ肯定的な意見っていうのが批判が6割ぐらい肯定するのが4割ぐらいまあ、ただそれも完全な批判 とが完全な肯定っていうのはほぼほぼなくてあのある程度のところは評価するけどとかあのそういうところが多くてでもあのそういうのがまずありますねあの渡辺さんのツイッターに直接リプとかコメントをした人はこの件 ngt とかに興味がある人たちがやったとで ヤフコメというところ、ま、ヤフコメもある意味沼だっていうところと、ヤフコメをするような人たちのことを信用しても仕方がねえっていう人も、ま、いるんですが、ま、あれも、ま、ネット社会になったので、一つの指標にはなるわけで、結局、あの、そういうところに興味がある人たちが、あの、結構ヤフコメにコメントをしていて、で、ま、批判的な意見が多いと。で、いい、あの、要するにそれにいいねとかね、あの、その、なんだ、高評価低評価みたいなところもあるんですが、やっぱり高評価の、が高いんでね、あの、 去年のだから NGT 関連のニュースに出てくるそのヤフコメの,そのコメント数も多かったし高評価低評価の数も多かったんですよね。だから結果あの まあ、たかがヤフコメ、いや、されどヤフコメというところで、結局一般の人たちの反応というのはそういうところになっていると。だそこもちゃんと見た上で、あとその、直接のコメント、ツイッターへのコメントをしてきた人の言葉も見た上で、それから、あとは多分直接スプルート社だったり、NGT の、NGT というかまあ、あの、フローラかな。フローラに直接、まあ、メッセージとか送った人、あのね、そういう人もいると思うんです。まあ、おそらくは、 でも、そのメッセージを直接送った人たちというのが一番その思いが強いと思うで、そこを優先するんだと思うんですが、多分、そういったところを全部含めて、今後、あの、もしかしたらちょっといろいろ変えていくかもしれないと、そういうこともまだ考えてます。まだ、その、いわゆるアドバルーン一つ目上げただけの状態だと思ってるんで、まあ、わかりやすく言うと、今、 いわゆるお魚県お肉県の状態なので、まあ、お肉県お魚県に関しては本当にクソみたいな話だったんで、あれはもうありえないですけど、で、あれは要するに国民がぶち切れたのは、もうそれどころじゃないのに、生活、もう自分の命がかかっているのにっていうところだったから、あの、アドバルーン、次のやつをあげるのもスッとやんなきゃいけなかったし、本当にすぐにやんなきゃいけなかったから、いくらダメな政府と言われていても、それなりにちゃんとね、あの、次のアドバルーンをあげたわけですよ。そもそもアドバルーンをあげずにさっさとやることをやれって思ったんだけど、 あの、で、この NGT のことに関しては、あ、まあそうだ、結構話しちゃって、新しい曲の話できなかったけど、またちょっと別のとこで撮りますね。えっと、まあ、だから、 えと、またね、今後だからいろいろ方針とか変えていくかもしれない。やっぱりあの、結局のところ、あの、今までこういう件ってなかったので、あの、NGT48 っていうなんか、やっぱ評価がぐっと下がっちゃったところに、多分全然その秋元さんとかつんくさんみたいな感じの、あの、別にアイドルプロデュースとかにあの、ノウハウがある人ではない人たちがいて、そこがやっていかないといけないっていうところもあるので、だから、多分今後もある程度、その、コメント、あの、 ネットとかのコメントとかを見て、そういう評価を伺うっていうところをやってくじゃないかなと自分は思ってます。あの、案外ね、その政治家もそうだし、そういうあの財界とか、そういう会社の大物みたいな人たちも、案外ネットを見てるというか、まあ、だいぶ見てるって話は聞くんでね。だからその辺もあるから、今後もだから、いろいろと、うんやり方変えていく可能性はゼロじゃないので、だから意見を、あの、がっつり言っていくっていうのは、 大事なんじゃないかなって思います。で、この意見を言っていくっていうところで、誹謗中傷みたいなあ、あるいは誰かの人格否定みたいな、そういうわけわかんないことは、これは何の意見でも何でもないので、それは絶対にやめましょうっていうところですね。はい。うん。で、でもね、そういうことやってる人って、それ自分がそれやってるって自覚ない場合も多いからね、そこは本当にあの気をつけなきゃいけないんだけど、ある意味だから、新興宗教の教信者みたいなもんで、自分がやってることは正義だと信じちゃってる部分があるんでね。 誹謗中傷でね、うん。情けねえ話だけどそういうもんなんですよね。アイドルっていうものがやっぱりあの語源からたどるとどうしてもねそういうあの、まあ キリストとかね、そういったものの象徴的なところから来るから。うーん、まあ、これちょっと誤解されるかもしんないけど、アイドルビジネスと原始宗教的なところの共通点できっとあるような気はしてるんですよね。うん。まあ、偶像崇拝的なところだったりとか。うん。まあ、この話はまた違う話だからやめとこう。こういう話はエラテンさんとかが上手いんだろうけどな。はい。まあ、そんな感じですよ。えー、っと、まあ、そんな感じなので、まあ、いろいろと語りましたが、要するに多分まだ様子を こっちも様子見てるけど、向こうも様子を見ている状態で、お互いそのね、剣を構えて、あの、こうね、相手の周りを伺かがってる状態だと思うので、だから、あのー、 まだ、あの、渡辺さんがあの感じでやったけど、あれが決定事項とは限らないので、だから向こうも多分、その、こっちのことを伺って、こっち側を向こう伺ってると。あの、今後はだから、意見をちゃんとね、やり取りをしていくっていうところが大事なんじゃないかなと私は思いました。で、あの、再度言いますが、そこで誹謗中傷してはいけませんということですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、えっと、今後ね、そういうことも含めて、いろいろと、まあ、見ていくべきかなっていうところがあります。 まあ、私はちょっと考えが甘めなんですが、あの、そういったところも含めて皆さんの意見をいろいろと、あのー、ね、あの、 アピールしていくというかね、アピールではないけれども、そういうのが大事なんじゃないかなと、自分の意見をバッと言っていくっていうところ。うん、もうあのネットの力が強くなってるっていうのは去年のところからもそうだし、ここ最近のね、政府の対応へのネットの批判というものもあって、もう令和に入ったらネットの力、昔みたいに馬鹿にできたもんじゃねえぜっていうところはね、ありますから、皆さんも自分の意見がそれなりに影響力があるっていう可能性があるってね、そこを踏まえた上で、あの、もう自信を持って、 だけど、変なことはせずに、それであの知的にクレバーにあの自分の意見を言っていきましょう。私もそのようにしていくつもりです。はい、じゃあそんな感じではいあ、良かったらチャンネル登録お願いいたします。では、この辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。